現代短歌から生み出される今瀬さんの楽曲。N2P 村上烈です。本日も厳選されたデジタルプロモーションを研究していきます。今回ご紹介するのはこちら、寒いのに温かいミルクティーの歌、プロデュースドバイ今瀬午後の紅茶です。冬の寒い日に飲んだホットミルクティーという寒いのに温かいワンシーンを表現したショートソングを募集しています。それでは烈さん解説お願いします。はい。SNS で若者に絶大の人気を誇るアーティスト今瀬さんとミルクティーホットのコラボ企画で、冬の寒い日に飲んだホットミルクティーっていう、まあ、寒いのに温かいワンシーンを表現したショートソングっていうのを募集して、そのショートソングのフレーズから着想を得てミルクティーの歌っていうのを今瀬さんが新曲として書き下ろすというようなストーリーになってます。でショートソングって冒頭には書いてあるんですが、ここテーマにした五七五七七のフレーズショートソング括弧短歌と、まあ五七五七七の短歌を募集していて、今瀬さんは過去にこう楽曲制作の際に短歌とか俳句などから着想したこともあったということもあり、まあ短歌を推しているわけですね。で今瀬さんっていうのはもちろん Z 世代に大人気ということで、まあ Z 世代と短歌っていうのが、まあ短歌を歌わせるっていうことがギャップがあるんじゃないかと思いきや、 Z 世代を中心に現代短歌っていうのが SNS を通してブームになっていて、 X とか TikTok で投稿されているっていうらしいです。で短歌の本とかもちょっとこう世界が変わってきていて、老人ホームで死ぬほどモテたいとか、野球短歌、さっきまで世界が全滅したことを私は全然知らなかったみたいな、まあタイトルからしてパンチがあって、若い世代向けに短歌を歌うっていうのを手に取りやすくしています。なのでそんな若い人にも馴染みが出てきている短歌を活用して楽曲制作にしてもらうというような流れです。とはいえ短歌を X とか SNS で全世界に公開させるというのは非常にハードルが高いので、フォーム投稿にて57571こちらキャンペーン参加を押すと、まあ、フォームが出てきてこの57571を投稿できるようにクローズで募集をかけています。なぜ現代短歌が Z 世代の心をつかむのか、ブームの鍵はいいねにあったみたいな記事が時々目につく昨今、まあ、本当に流行ってるかどうかにわかに信じがたい情報をクライアントの担当者および上司に取り入れてもらうっていうのは非常に骨が折れそうです。しかしまあキリンさんがやっているからって言えば、こういう事例があれば説得力がつくので、この動画を見せましょう。これであなたの企画もネクストステージだ。ご視聴ありがとうございました。なるほどと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。また面白いキャンペーンがあったらコメントで教えてください。現在無料出張勉強会のご依頼を募集しています。詳しくは概要欄をご覧ください。